オフセレモニーは岩手ビッグブリズアンバサダー NBA レジェンドクライド・ドレクセラーさんにお願いをいたします。ありがとうございます。それではこの日で撮影をしてまいりましょう。両チームの大学生選手にとっても素晴らしい思い出となる欲しいのにこう3連敗3回負けてるというのはやっぱちょっとチームとしてもこう何ですかね、結構苦しい状況でなってて、やっぱり今日の前半であそこまで20点も離されたらやっぱこう20点をカムバックするのってやっぱきついので、まあ、いつものやっぱ前半離されて後半追いついて僅差で負けるっていうのがいつものこうブルーズのこう試合の流れだったんですけど、まあ、やっぱその前半で離されるっていうのをこうなくさないと、いつまでたってもこう
勝てないのかなって、同じことずっと繰り返してるだけかなと思うので、うん、その前半の20分をどう戦うかっていうのは、まあ、これから非常に大事かなと思います。